皆さんこんにちは、大地です。今日は37期の、まあ、スタートしてから3ヶ月目のクラスだったんですけど、きゃー皆さんお上手っていうようにね、本当に本当に、巧みなコーチングをされるようになってて、すごくねクライアントに寄り添って、でいいエネルギーで、ね、話を聞いて、でクライアントの話をどんどん具体的にしていって素晴らしいなと思うんですけどね。やっぱコーチング分かってくるとね、どんどんなんかしてあげたがりになるね。でなんか、もっとこんなことができるんじゃないかとかってね思い始めると、やっぱりクライアントに対してこうなんかどっかで隙があれば入っていこうっていうこうエネルギーになるね。悪いことじゃないんだけど、クライアントからしたらなんか隙があれば入っていこうとか、なんか仕掛けよう、なんかしようって人といるとクライアントがもう身構えちゃうんだよね。そうするとなんかこのクライアントが自然に話せて、自然に聞かれて、そしてなんか自然に自分の内側を探索して気がついていくみたいなことが起こりにくくなってね、身構えるクライアントになんかタイミングよく切り込んでいって、クライアントは切り込まれて、でそこに対して何か考える。でそうするとね、やっぱり少しこのコーチに対して何かを説明するようになっちゃうから、のクライアントが自然に探索をするとかね、何か自分のペースで考えるとかっていうことが起こりにくくなってきたりとか、ね、どちらかというとこのコーチは常に自分のことを評価判断して、でそのコーチに対してどう説明するかみたいになって、この自分とのつながりとかね、で、内省探求っていうものが薄れちゃう可能性があるんですよね。もったいない。でだからね、こっちが自然体でいるっていうことね、これすごく大切 で今日はねこんな話をしてた。1年に1回年末年始に民宿にね、毎年来るお客さんがいると。でそのお客さんを迎える、まあ民宿の、まあ、おじさんおばさんみたいな気持ちで、まあお兄ちゃんお姉ちゃんでもいいんですけど、みたいな気持ちで接してみたらどうかと。で要はこの1年こんなことがあったって、辛い話だったら、そっか大変だったねって言いながらね話すの聞いてる。でね、いやでもこんな頑張ったんだ、そっかよかったね、すごかったねと聞いてるとね、なんかねコーチってね、その側面もあるんですよ。クライアントって自分で話して、自分ですっきりして、で自分でやっぱりこうしたいと思って前に進んでいく力を本来は持ってる、ね、でとにかく淡々と話聞いてくれてね、でニコニコしてて、でそっかって、じゃあ来年はどうなったらいいんかねとかね来年はどうしようかねとかね、でこう言ってくれる人がいて、でいろいろなこと考えて、そっかこんなことやってまた報告しに行きたいなってね。実は人間それだけだって救われるし、ね、そんな関わりだってコーチングに本当はなるんですよね。でもちろん我々はもうちょっとねクライアントに踏み込んで、ね、一緒に具体的に考えてみたり、いろんな可能性考えてみたりしますけど、その根本にあるのはね、なんかたまにやってきてくれる人にとにかく一生懸命話聞いて、興味持って、そっかそっかって言いながら、ね、この人本当はどうしたいんかなとかね、なんか幸せになってくれたらいいなとかね、でね、今度は次はもっといい話が聞けたらいいなとかね、で応援してるよって、こういう気持ちで聞いてるだけだって変わっていく。だからそこの部分をやっぱり大切にすることじゃないかなというふうに思います。だからちょっと何かやってやると思ってるね自分に気がついたら、少しこのリラックスして、でクライアントのことをよく感じて、でよく聞いて、でクライアントに興味を持って、で自然に聞きたくなったことを聞いていく。それでも絶対にコーチングになります。なんでかって言ったら、我々は、ね、相手のことを応援しようと思ってるからということです。参考まで。それでは。